腕を叩き切ってください。入りたまえ。野獣を檻に入れて飼育してみようというわしの考えが甘かったようだ。武蔵先生も強いことを第一義とした。強くなること、敵に勝つこと、そいつを追求したんだ。戦にて桐生と雌雄を決すべく、策のごとく決闘申し入れるものなり。さあ、貴様、大山さん、あんな凶暴な奴に空手みたいな危険な術を仕込んだあんたの責任も重大ですよ。彼はあんたを心酔してそのまま負けたんじゃないか。